というわけで、はい、我々12月3日最終節やったので、はい、結果報告を聞きに行こうかなと思いますんで、ドキドキしちゃいます。僕はね、もしかしたらちょっとね怒られるんじゃないかと思って、7000人行ってないから、あんな大口叩いたから、行ってみましょう、行ってみましょう、しょ。結果報告会よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めてでも紹介した方がいいのかな。エゾカチーム菅さんです。よろしくお願いします。 LINE のアイコンがなんかリレー系ですよね。マラソン、あ、マラソンですよ。めちゃくちゃ運動神経いいんだと思って。林さんです。林です、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この度は、はい、まあ最終節を経てちょっと結果報告のお話ですよね。はい、お願いします。お願いします。いや、僕たちは、はい、やっぱり1000は行くなと思ってたんですよ。はい、なるほど。僕らも7000枚用意しました。そうですね。それが本当だ。12月3日、エゾカブースでの総発行枚数は、おお、137枚。おお、それくらいでしょうね。でしょうね。だから一応、はい、今シーズンの中では、はい、そうです、いい方ということです。あ、一番いいです。ありがとうございます。一番の最多の総枚数になりました。スタッフに聞いたら、カチコンさんのパワーにやっぱり驚いていて、ブースがやっぱり明るくなるというか、でずっと入会があったんで忙しいですっていう、なかなか今までなかったんですけど最近は。ああ、なるほどなるほど。非常にありがたく。僕らのやってみた印象だと、これぐらいの手間だったらきっと並ぶだろうなと思ってたけど、思いのほか並ばなくてね。でもなんか入ってない人も結構いたなと思ったね。そうですね。コアなサポーターで毎試合見に来て、うん、毎試合に近いぐらい見に来てるであろう人たち、うん、カチコンさんがいないと来ないお客様がいらっしゃったのかな、サポーターがいらっしゃったのかなと思うんで、そこはやっぱり一緒にやる意味というか、すごい。やっぱり今回作っていただいた137名のお客様って、ただ作っただけじゃなくて、の理念とか還元プログラムをちゃんと理解していただいて、作っていただいていると思うので、使っていただくっていうところまでやっていただける方々なんじゃないかな。ただですね、僕たちとしてはやっぱちょっと悔しいなっていう、まあ届かなかったですね。届かなかったなっていう、うん、っていうわけで現時点の枚数とかちょっと教えていただけたら、ちょっとご報告を。そうですね、はい、うん、12月4日時点、はい、3日を経て、3日の数を入れて、なるほど、今18,780。おー、なるほど、はい、おー、なるほど、なるほど。2万は届かなくはない数字ですね。まあ2万は届かなくはないね。はい、うん、地道にやっていけば。いや、ただこう掲げた目標が少し高すぎた。2万5000は、そうですね、2万5000は、そうですね。いや、というわけで、はい、ちょっと改めてちょっと目標を2万人にして、はい、ちょっと僕たちに再チャレンジのちょっとチャンスをいただけないかと。いや、あの我々社内でもちょっと高すぎちゃって正直なってて、そうですよね。まあ、だから勢いでいった部分もあるはあるんですけど、うん、ぜひ一緒に2万人目指したなと思いますので、ありがとうございます。よろしくお願いします。というわけで、まずは2万人を目指して、まあちょっとオフシーズンの間でも、そうですね、何かできることをやって再スタートというか、契約延長というか。よろしくお願いします。ここからどうするかという感じ、ね、そうですよね。まだ僕たち、そうですよね、奥の手出してないじゃないですか。その一緒にやった時に、はい、今作ればポイントがみたいな、はいはいはい、まだ奥の手出してない状態ですよね。そうです。単純に同じこと10回やればいけますか。そうだよね。かっこいいもちろん僕たちはコンサイズバカード2万人行こう、この気持ちもやっぱり大切なんですけど、うん、パートナー同士が入ってよかったって思うことってすごく大切じゃないですか、うん、で、新しいシーズンが始まる、うん、今皆さんもしかしたら来年パートナーになるかどうか悩んでる時期なんじゃないかな、うん、あら、背中押してあげなきゃいけないシーズンなのかもしれない。僕たちが継続してよかったと思えるようなお手伝いができれば、うん、僕たちとしては気持ちいいもんね、うん、それをコンサイズ化というのもあるよ、うん、で、手を組むことができたら、うん、なんか気持ちいいですよね、うん、だからちょっとリレーシップは回るシーズンなんだ。実際このじゃあ端末入れた人はどうなんですかとか話はできるもんね、うん、開幕ホーム、うん、ここのブースに僕たちが立つということで、じゃあそこまでに何ができるかを、そこだな、
やっぱり僕たちちょっと一回汗かきたいなっていうか、うん、ちょっと過酷なことやりたいな。そう、ワクワクするな。過酷のもう未来しか見えない。今まで通りじゃダメですね。ダメダメ。だからやっぱりコンサドーレのためでもあるし、コンサイズカのためでもあるし、ちょっとこの視聴者さん、我々がね、ぬくぬくもう5年6年やって、まだ5500人なのかというところで、ちょっとね、ぬるい水に浸かりすぎた。なんかその感じでちょっとオフシーズン楽しむというか、